自分のパフォーマンス量を知らないと。明日の大事な試合、いつも入るドライブが入らないかもしれないよ。怖や。ゆっくり3号です。ライムです。これはスマートウォッチだね。卓球競技してると、昨日調子良かったのに今日は調子悪いとか、いつも3球目ドライブ入るのに今日はキレが悪いとか。そういうのあるある。それはズバリ、練習のやりすぎ。オーバートレーニングだね。現代のアスリートは効率よく練習して、どう休むかが重要。そこでスマートウォッチの出番、早速試してみるよ。練習開始前に卓球モードボタンをポチと押すだけ。押すだけで開始。3号は心配86で練習開始。3号は引き合いすると心配が165を超える。でもライムは143。これが若さか。なんやかんやで3時間練習終了。3時間はきつい。結果発表。まずはライムくん。3時間11分の練習で941カロリー。有酸素 3.2。そして3号はなんと。1722カロリー。試合してる時も引き合いの時も心配が高すぎるね。しかも有酸素、無酸素とも 2.0。改善が必要だね。そして今回一番大事な疲労度を、パーセントで算出してくれる。平均心拍数に、心拍数オン。そしてここだね。ライム君は3時間練習してもまだ、73% の余力があるんだ。この体力化け物。って言いつつ脂肪燃焼が107分は動けてないとも言える。慣れた。そして3号だけど、コアゴは見てみる。平均が146、極限が80分はやば。いくよ。まさかの 3%。回復時間に85時間。約4日は練習休止だね。こんな状態で明日試合だとおしまいだね。ゾッとするね。しております。みんなも練習しすぎてパフォーマンスを落とさぬよう、スマートウォッチで疲労調整してみてね。しかも毎日の睡眠量もわかるから、試合前の睡眠管理もできる。昨夜は7時間39分寝たんだね。本当におすすめ。ではまたね。またね。